ストライクショット。こんにちは、エクストラック中の人、パネット、ベビーコキです。はい、ということで、はい、今日はこちら、はい、じゃん、重心化ギムレットを使ってみた動画です。じゃあ早速使っていきましょう。はい、使っていきましょう。あ、すごい。なんかボールでも光ってるね。光って見える。光って見える。反撃モード常に見てる。飛行パンチダメージボール、はい、ゲージなしです。うん、おで貫通で、友情コンボは長距離貫通ホーミング8で、はい、副友情も貫通ホーミング8ですかね。おこれはじゃあ、まあ一旦は当たりながらですか。はい、こんな感じ。当たりたい。ただ難しいっす。まあここはね、次行きます。当たりに行かなくてもいいですよ。はい、当たれた。当たれるか。おお、結構削る。結構削るね。右上のゾンビがまあまあダメージ、ね、うん、6万ぐらい入ってましたね。よいしょー、いいですね。かなりダメージが入ってる。よし、おい、スピードはこんな感じ。結構3体行ったのにあそこまで行くってことはかなりのスピード、うん、速いですね。すごいですね。かなり行ってる。どんぐらい速いんだろう。どんぐらい何往復できるかが気になるところです。よいしょ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 。めっちゃ行く、めっちゃ行く。何往復かわかんないよ。めっちゃ回復量すごい。スピード早いね、やっぱスピードが早いですね。そして私なんで、じゃあこっち行ってから口など引っ張ろうかな。そう、ゲージないんだ。そう、ゲージなしでアンチダメージある。それありがたい。それ怖さがない。ここでは本当にありがたい。すごい、ここではすごいありがたい。口などとかマジで怖いですから ね。ゲージないのはいいな。安心して引ける。ヒーリングボールも結構回復できましたですね。うん、はい、よいしょ。うわー、ゾンビ倒した。そんな、すげえ。今茨城同士に当たってないから。そうですね、もうギムレットだけ の, ホ ー, のホーミングで強っ。めっちゃ楽やん、ここめっちゃ楽。ここめっちゃ楽、ゾンビ処理楽。あ、持ってないんだよね。持ってる。持ってます。あ、はあ、そういうこと言っちゃうの。いや、すいません。はい、はい、ストライクショット行ってみたいと思います。お願いします。暗黒精霊派撃った後、妖精たちが追撃。お、暗黒精霊派。どんな精霊派なんやろ。行きます。はい、風よ、新たな息吹を世界に届けよ。おお、280万。すごいダメージ。ほぼもうない。すげー。すごい風よ、ホーミングやっぱ強いね。強いですね。後からの届けよ。押し込みがもう、ね、すげー。ギブレットかっけー。さすが、さすが。もう姿形変わりましたからね。下脱してますからね、うん、はい、ということで、はい、ではステータス行ってみましょう。はい、行きましょう。はい、はい、ということでステータスはこちらになります。こちらになります。スピード見て、スピードが跳ね上がってる。なんだこれ。500超えてるよね、これ。524ぐらい。すげえ。いや、すげえ。本当にね、早いですね。早っ。今回は、美女門店に行きまして、はい、行きました。まあ、もうアンチダメージボールですから、うん、ゲージなしだしね。そうですね。ホーミングとかも、ホーミングとかも、うん、ネクロンに良かったし、うん、セスも良かったしね。はい、他に行けそうなクエスト他は、覇者の塔だったら39とか結構おすすめかもしれないですね。へぇ。冷たい。31回のマリの女だから。あー、なるほど。39だと結構貫通とかがいるとね、うん、意外と役に立ったりするので。じゃあスピードも速いとかが割と良かったりするのかな。割と良かったりするので、かなりいいと思います。サブもね、サブのホーミングが闇属性やったんで、うん、それもかなり効くんじゃないかなと思います。で、降臨だと鉄線講師とか、おお、結構いいかなと。鉄線講師、うん、ですね。うん、ですね。なんかピオリンとか出てくるし、うん、貫通なんでね、倒せるっていうのと、あとまあダメージウォールと飛行持ってるので、地雷対応、うん、できるかなと。なるほどなるほど。うん、あとは、あとは
僕が思いつくのは属性とダメージウォールって言ったら、まあ、平の清盛とかは、まあ、ワープがあるんでちょっとあれですけど、うんうん、まあ、それさえ注意すればいけるんじゃないかな。確かに当たるだけでもね、本命がすごい出るから、うん、良さそうですね。良さそうです。はい、ということでじゃあポイントお願いします。はい、ポイントはこちら、うん、じゃん、スピードの値が全モンスター中最速520キロ超えっていうから、すごい、ここですよね。525ぐらいですかね。5ぐらいいってると思いますよ。だってすごいヒーリングできたもんね。ヒーリングの量がすごかったです。何往復するんやってぐらい。いや、すげえなー、すごいっす。はい、はい、ということで、受信がギムレットはい、受信がはい、受信がギムレットご紹介しました。はい、持ってる方はね、うん、持ってるでしょ。持ってます。はあ私は持ってません。いや、うん、当てましょう。いやでもな、来るまでに引いちゃうかもしれないからな。そうですね、うん、楽しみに楽しみに、はい、待っていただければと思います。はい、ではバイバイ。 バイバイ。ご視聴ありがとうございました。モンスターストライクは10月10日で3周年、ありがとうございます。ありがとうございます。モンスト公式チャンネルもこれからどんどんパワーアップしていくので、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録は画面下のボタンよりよろしくお願いします。 X フラッグではモンストアニメや他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。チェック。ではよろしくお願いします。キシ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 。